はいどうも皆さんこんにちは、ムドルです。それではしらす水産やっていきましょう。今回のデッキはこんな感じのデッキですね。狙っていく二次徳が、強心臓と、怪盗と怪物脅威ですね。で今回ですね、二次谷を、入れております。二次谷50だと非常に恩恵が大きいので、今回はちょっと二次谷使っていこうかなと思います。それではやっていきましょう。お、いいね、ここ。あ、で、持ち込みは、招き猫と、カロリーバー持ってきております。ここいいね、強い。できたらね、ここ本当は休むがいいんですけど、ちょっとね、さっきのは、3人は美味しいんで。これはちょっと、精神でいいかな。では、スネちゃんですね。アスネちゃんはゆっくりでいきます。技術がねとにかく足りないんで、技術をねできるだけ入手するよう意識していきましょう。誰だっけ一番高いの。あ、でもフリアか、弱いな。エージュンの時は結構ね必要でしたかね、クロスファイヤーで。虹谷、変化球にいけないのがちょっと、おお、いきなり強いな。いきなり変わりましたね。これはここかな、精神。何もないときは基本的に精神に行った方がいいと思いますね。逃げになるんですけどね。逃げた方がいい。オーダー。安全圏。で、ハロウィン。わー、失敗。フレア、これはダメだな。これはダメだけど、ちょっとアスネちゃんいるんで。で、尻上がりか。いらねえ。いいやつもらいましょう。お、いいね。ナイス。深みかよ。でもこれは里上がんないんでいいですね。一本にかけることあり。これは回復狙っていきましょう。おー、ナイス。これはここだな。135キロ。OK。ちょうど行けましたね。よし、行こう。で、これで多分同映画なるかな。で、補給も、ゲットですね。それでも打つ。補給、生きてー、ここ。これは虹谷行こうかな。50、でかいですね。50はでかい。よし、行こう。ほい。これマジで虹谷の出番来たかもな。ここね、怒りに変えるのもありなんですけどね。やることがない。これはマグロで体力最大値上げていきましょう。噛んだ、めっちゃ噛んだ。F。よし。で、深みがね、乾燥する分には全然問題ないです。スタミナちょっと上げとくか。フレア行きましょう。よし、ナイス。おー、両面。真面目にやろう。で、おー、フレアなりましたね。お尻を。よいしょ。で、緊急飛ば。精神は本当に、いらないんで、もうガンガン使っていきましょう。頼むよ。勝ってよ。おーい、もう、ほんと、ゴミって言っちゃダメですね。ゴミですけど、ちょっとダメですね。で、フレアがなると。いやー、ほんとかよ。マジか。で、エディ。で、声出していこう。一緒になって悩むで、敏捷手に入れていきます。どうしようかな。明日に来てんだけど、ここ行った方がいいよな。多分、ここ行ったら上がるんで、バンド打ち。あ、上がんないか。マジか。あ、明日ねちゃんいるね。これは、ここ行きましょう。で、技術を入手します。ナイス。強心臓。おっと、ラインが、ラインじゃねえか。なんだこれ。67。ツイッターですね。ツイッターが出てこないってもうやばいな。脳みそが溶け始めてますね。よし。で、技術ボーナスもあるんでね。いっぱい手になります。で、急速安定。で、ノーリンボー。で、これで励ます。虹谷なんだかんだ強いんでね。
ガンガン使っていきましょう。変化球、いや変化球どうしよう。まあでも変化球も上げていくか。35、微妙。能力も少しずつ上げていきたいですね。安全系バント無事、ここら辺は取っていきてえな。消し軽いコツはもうガンガン取っていきましょう。40か、もうちょっとでいけそうっすね。変化、変化どう、変化の同意は危ないな。多分変化の同意取ると全て終わりますね本当にシナリオが崩壊する。スタミナのためにちょっと取っとくか。どうしよっかな。まあ精神いくか。さあ誰だ。おお、虹谷、これ虹谷いっとこうかな。うん、変化で多分いっぱいくれるんでね。59、いいね。うわーマジか、明日ね来ないかな。これフリアか、フリアでいいよね。オッケーオッケー、よし行きましょう。ほい、で身長、あー来なかったか。明日ね悲しい、明日ね来てほしかったな。これはじゃあ精神いって、これ疲れたまるんだよねオーダーのマイナスイベントになってるんだよな。若干もともとのイベントの方が良かったですかね。あーどうすっかな。うわー強いね、強いけど、強いけど上げた方がいいんで、アスネの80にしようか迷うな。虹谷の55の方がいいかな。そうしましょう、虹谷に行きましょう。うん、よし。でそろそろ自分の能力も超えられそうなんで、ちょっと上げていきましょうかね。うん、深見もいるし、うん、リリース取って逃げ玉取って、変化もまあ4ぐらいならいいだろう。よし、5いくとあれなんだよね。ちょっとまずい。もう一玉、もう一玉も取っていいんだよな正直。いや地味にいかんな、地味にいかん。もう変化取るか、どう。59、地味にいかん。おし、いったオッケー。深見大丈夫だよね、超えないよね深見さん、頼むよ超えないでよ。速球プライ、おいお前速球プライド覚えるなよ。なんで覚えるんだよ速球プライド。そこでしかも速球プライド覚えちゃダメだろ、深見覚えちゃダメなんだけど。いや困ったな、しかも深見がさ停滞したんだけど、最悪なんだけど虹谷変化球 F 一点休めで回復。ほう同栄いいね、これ同栄いきましょう。マジかよ深見最悪なんだけど何やっとんねん。じゃあ色取るか、ちょっと深見さん、あなたのせいでちょっと船長になれなかったんですけど。抜きやんの、おおやっと来た、もう遅えよお前何やってたんだよ。抜きやんの取って、思い玉、ああすいませんねまた切れた、もう本当にやだ。で対左もちょっと取っ、ああすいませんねもう頼むよ何やってんだよ。はい、で対左も取っといて、よしこれで主人公がなりましたね。よしよしよし、マジでギリギリだな。で OK、 いやあすね遅くんの。 OK、 てかそうか今思ったら、おおめっちゃ経験点出た。ここで5000ってなかなかですよ、すごいねすごいなこれ。多分同栄が来るかな、
で、バレンタイン。スタミナ。同意か。同意。ちょっとこれ上がんねえかな。待機を出しちゃう。おお、いいね。ついた。よし。じゃあ上げていきましょう。おお、ナイス。成功。怪物脅威は取っていいな。同意まだなんで。ああ、どうしよっかな。87か。87なら、でも、うん。こうやって、多分ね、これ言っても大丈夫だと思うんですよね。ああ、ちょ待って、ギアチェンジ覚えちゃった覚えちゃったね、変なの。ちょっと、ダメだよ。しかもいらねえよ、そのコツいらねえんだよな。最悪だな。最悪なところで覚えるな。同栄さん、ダメですよ、勝手に覚えちゃう。何か困るな。どうだやけど。で、虹谷。おお、成功だ。すごい、久々に見た。てか虹谷を久々に見たわ。あ、同栄のこだわりね。練習練習。あー、また切れた。もう嫌なんだけど。なんでこんな切れんの。ギアチェンジか。ギアチェンジいらねえ。すいませんね。じゃあ、スネで。どうや、ギアチェンジ覚えちゃったな。本当にいらないんだけど。どうしましょうかね。あ、スネ。そろそろ変化いっていいかな。いつも落ち着いている。うん、根性いいね。これは大台いくか。手応え。これは負けずに貼るで。指摘の力強さ。伸びが本当に手に入んない。やばいな。クリア。クリアでいいかな。ちょっとね、伸びのコツほんとくれねえな。待機を出したらいらない。あら。おお、なんだ、強っ。あー、畜生。これもう、ばっこり取ったな。相性悪いですね、シラスと。やっぱりね、取りづらいからね。あー、ダメだ。この同栄はいけん。ギアチェンジなんでね。よりによってなんでギアチェンジ覚えるんだよ。んで進行です。カイドウか。どう行きましょう。制圧。虹谷もう行こっかな。155か。あー、足りねえ。虹谷行くか。結構地雷ですけどね、虹谷。まあ、行くか。うん。何ギアチェンジ。お前らギアチェンジ覚えすぎだろ。で、虹谷がつくことになったと。あ、ただ、97か。あ、すいませんね。ドラクエが。あ、カロリーバーでいけるか。その、でも、上げすぎてもなぁ。どうだろう。これ、深みか同栄かで、だいぶ変わるんだけど。どっち来るこれ。だよな。深みだったら大丈夫ですね。同栄だったらアウト。深みナイス。タイピンチいいね。船長ですね、これで。よし、いいぞいいぞ。いや、順調ではないけどね。おい、また負けんのか。本当に雑魚すぎん。野手が弱い。野手弱い、マジで。おー、出ますね、経験点。あ、これ、これでいいかな、デッキ。おぉ、ちょ、待って、強いね、これは。怪獣怪物級。うわ、怖これ、速球プライド。待って、怖いな、これ。あ、でも大丈夫か。うん、大丈夫ですね。まあ、大田来ても別にいいな。うん、確か暴れ玉だよな。あ、暴れ玉ね。はいはいはい。アスネちゃんでいいかな。アスネちゃん行こう。打たれ強さ。
誰だ、虹谷、こいつギアチェンジだよな。なんでお前ギアチェンジ覚えるんだよ。ギアチェンジ覚えられても困るんだよ。オーダータイピンチ、タイピンチいいね。タイピンチいいからさ、来てくんねえかな。深見さん、深見さん来いよ。おーいいね、来たけどさ、速球プライドあるんだけど、どっち来るかでだいぶ変わるぞこれ。頼むよ、巨神像。おーし、ナイス、最高。賭けに勝ちましたね。本当に賭けだわ。あー、どう行くか。うん、いいとこに来てくれた。ギリアムズ、すご。うん、動画がつくことになったと。フリア行くかな。まあ、にじ、いや、虹谷はないな。フリアに行く方がいいかな。あー、ちょ、待って、無理だ。変化あげるか。変化すごいな。変化こんな手に入ってんだ。フォーク。どんなもん。お、いいね。これで、虹谷行こっかな。うん、虹谷行きましょう。これで虹谷で。アウトロー。で、おいいね、回復イベント。で、船長。お、S だって、やば。すごい手に入ったぞ。こういう次。あ、リレアム持ってんだ。ギアチェンジでもな、ギアチェンジ来たらな、詰むんだよな。かけますか。リレアムズに。かけましょう。おい、この野郎、いらねえよギアチェンジ。最悪ですね。しかも切れたし、ギアチェンジ来たから切れたし、それは関係ねえか。あ、まあいいや、深見行きましょうか。うん、深見に行きましょう。くそー、まさかだったな。制圧、精密機械、精密機械もうダメだ君たち。100まで持ってくか。100までで。うん。で、なんぼ？あー、3回か。3回もあんの。とりあえず、ここ行って。で、おー、いいね。速球プライド。ちょっとね、マジで、ギアチェンジ2つ、本当に、やめてほしかったな。多分もう、こっから船長には。で、あとね、もう、明日ね、デートしないとなんで、3回デート。忙しいですね。くそ、ギアチェンジなんで被るんだよ。いかんやろ、被っちゃ。オッケー。ただ、この編成ありだな。だいぶ強い気がしますね、この投手デッキ。で、アスネですね。アスネデート。よし。うん。ギアチェンジ、もうギアチェンジほんと嫌なんだけど、ギアチェンジ見るたびにもうなんか嫌なんだけど、かぶってるわーってなっちゃうわ。しらす投手向きかな。うん、ただどうだろうな、マントルと比べると強いかと言われると弱いからな、マントルと比べると。だからね、本当に謎、微妙なところ。僕アスネじゃなければな、ギアチェンジめちゃめちゃ強いですけどね。査定は最高だからね。だ、ディレイアムズもまあ、結構厳しめだよな。重いしな、ディレイアムズ。よし、じゃあデートかな。てか、デートする必要ねえな、今思ったら。ディレイアムズもう持ってるもんな。これ、アスネとデートする必要あるか。ただ、経験点でかいんでね。そういう意味ではデートする意味はあるんでねっていう悲しい結果。よし、行こう。うわ、こいつホームラン出ねえだろ。カーブ、あ、カーブじゃねえ、スライダーで、ストレートをここに上げる。オッケー。うーん、スライダーで、ストレート、よいしょ。うん、オッケー。ただ編成的には古谷が入っただけだよな。新しいキャラそんないないんでね。うん、だってそうだよね、前の知らせデッキと。あー、でもオーダーがいるか。
ただ、オーダーもいるっつってもな。はい、これで終わりっすね。いつも冷静で。うん、ギアチェンジ。あー、またか。いや、もう本当に勘弁してほしい。なんなのこれ。わけわかんねえ。あー、だいぶ減りますね、ギアチェンジって。骨身になるだけでこんな減るんだ。これだったら、まあ、取る価値はあったかな。シラス、同点のピンチを迎えました。ツーアウトランナー、一塁二塁という場面で、エチゴ。やっぱり野手とかもみんな強くなってるんでね、安定してますね、シラスは。サクッとが安定するっていうのはなかなか、あー、ちょっと待って、安定してねえな。ナイスピッチ。このデッキで天丸ありだな。天丸でやるのありだな。うわ、やべえな、こいつ。こいつこそ二刀流だろ。まあ、大谷ほどでも強くないのか。大谷化け物だな、そう考えると。やばいな。よし。よしよしよし。もう来ないでいい、本当に。一回も来ないでほしい。よし。じゃあ行きましょう。オーダー。いや、これは深みだな。手応え。まあもうこのランクを超えるのは不可能だろう。なんでちょっと取っとくか。うん、さすがに無理だと思うな。マイブレとギアチェンジ確か同じ査定っすよね。やばいよな、そう考えると。こんな安い査定で、査定通過経験点でこんだけ強いからな。おい、何やってんだよ。今の取れたでしょ。無理だったんか。ほい、ナイスピッチ。ああ、ちょっと頼むよ。ああ、もうめっちゃ外すやん。まあまあまあ、投げ方があれなんで、投げ方のせいなんですけど。おい、間に合えよ。間に合わねんか。間に合わなかったか。スライダー。ああ、ナイスピッチ。そうそう。OK、ナイスピッチ。うん、多分勝てると思うんですけどね。ツノだって名前がかぶってますね、ツノリアと。ただ名字は違うっていう。よし、おい、ちょっと何デッドボールしてんだよ。ここでよいしょ、いいね、決まりましたね。ストレート、スライダー、そしてストレート。 OK、 終わり。あー、また来た。もう来んなよ来んなよって言い方もあれですけど、ね、ちょっと怖いな、ここら辺の打順。あー、スローボールダメだ。スローボールはね、打たれやすいんで。うん、怖いな、パワー A。ストレートっていうか、スローボール絶対投げらんねえわ。フォークで外すか、1球。おお、やばっ。これ何、雑三振。すごい変化するね。OK、いいね。いいコースでしたね、今のは。技術惜しいな。スタミナか。まあいいや、スタミナでも。玉持ち、マジか。ディレイハマズ欲しかったな。じゃあもう無理っすね、船長とかは。船長ってか、他のキャラが船長になるのは。なんで取りましょう。うん、暴れ玉これ。ああ、うーん、こんなもんかな。よし、とりあえずいいか。あ、 SS か。でもまだまだいけそうだな。シラス先制のピンチです。
ワンアウトバッター2塁という場面で村上ストライク、変化球にキレがあります。これで終了。膝元空振り三振。バッターは4番宝塚。出た、バグってる。宝塚がセンター守ってる。第3球を落ちる球、見逃す三振。相手チームバグってんじゃん。まあ相手チームバグるのは全然いいんですけどね。こっちのチームバグんないでほしい。パープルナインとかすごかったですからね。一時期あの暁の選抜メンバーであのキャッチャーが4人いましたからね。どんなスタメンっていう、どんなキャッチャー、どんだけキャッチャーいいんだよっていう。猪狩のねボールがね、あれですかね、やっぱ力強すぎてなんか手が痛くなるからみたいな感じなんでしょうかね。よし、 OK。うん、いいね。守備、守備の舞とか、まあいっか、いっか、うん、守備上がったし、投げる活力、それ欲しかったな。見投げる活力欲しかったな。東大やけど査定でかいからね、できればゲットしておきたいんですが。あ、買い逃せた。うん、あと安いコツ取っといて、あ、もうここも取っとくか、これも取っとこう。おお、 SS2 か。この場、この場面で SS2 だとまあまあ強くはないけど、まあまあですね、まあまあ、うん、強くはない。ナイスピッチ。で、球速も低いしね、155で。まあまあ盆栽なんでしょうがないですけど、フリートだ、フリートっつうかマントルだったらね、もっといきますからね。そう考えるとやっぱりマントルの方がいいのかな。うん、ナイスピッチ。あ、ちょっと止めんなよ。で、これでナイスピッチ。おお、やっぱ怒りの方がいいかな。うーん、どうなんだろうな。わあ、縦橋ちゃん、縦橋ちゃんに裏切られた。シラス同点のピンチです。ワンアウトランナー二塁という場面。スライダーフォーク、そしてストレートで終了。空振り三振。左バッターボックスは4番沖野。緊迫した場面が続きます。ファール、ストレート。うん、いいね。よし、うん、どうしようかな。まあ先発無理なんで、ちょっと中継ぎでいいかな。あ、何ももらえなかった。何ももらえんかったんだけど。おお、結構出ましたね。ちょっとフレンドに、あ、無理か。まあですよね。牽制入れとくか。球持ち、あー、またか。もう本当に頼むよ。で、あと何入れようかな。変化取れますね。フォーク取れる。お、いいね。あ、コントロール忘れた。焦った。コントロール忘れてんじゃねえよ。投手とかも取ってんのか。やっぱね、精神がね、ほら、めちゃめちゃ余るんですよね。まあ、知ってたけどさ、知ってたけど、こんな余るんだね。うん。まあ、こんなもんかな。ただ、これあげる必要ねえな。弾道あげよう。これあげるか。意味のない、意味のない査定あげ。でも上がらん。よし、まあこんな感じでしょうね。うん、まあどんなもんかな。おーおーおお、いや、まあ、うん、でも中継ぎなんでね。まあでも、うん、盆栽でここまでいけたってことはなかなかいけんじゃないのかな。うん、しらす投手もね、
まあマントルほどとはいかないですけど、まあ最大値はマントルでしょうけど、まあただ、うん、十分に戦える性能があるんじゃないかなと、はい、思います。しかも35ですからね、こいつに至っては。で、しかも盆栽なんで、うん、まだまだいろんなね、立ち回りあると思いますので、皆さんぜひ、はい、そちらの立ち回りやってみてください。あと、金徳も1掛けか。あ、じゃあそう考えると結構いいかもな、うん。って感じですね。じゃあ皆さんもぜひやってみてください。それではお疲れ様でした。さよなら。